京都競馬場三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のセキトバイースト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、クリスマスパレード前に行きそうです。ラバンダ、それに続いています。さらにはセキトバイースト、4番長野 LP がその後ろ、先手を取ったのはセキトバイースト。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。内からクイーンズウォーク、その外からダンスオブクイーン、その後ろにチェルビニア、内からはミアネーロ、この位置にオエリート、外を通ってアドマイアベル、その隣にチルカーノ、すぐ隣にダビッドアイ、外には黄金の空、ボンドガール、その内に続いています。その外にステレンボッシュ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。それでは先頭から13番クリスマスパレード、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてチェルビニア、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてクリスマスパレード、セキトバイースト、いい足で伸びてきたチェルビニア3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。クリスマスパレード先頭、その隣からはクイーンズウォーク、4コーナーをカーブして、さあこれからです。クイーンズウォーク、ここで先頭に躍り出た。残り 200m を通過してクイーンズウォーク、厳しいかチェルビニア、叩き合いになるかチェルビニア、チェルビニア勝利です。2着はクイーンズウォーク、勝ったのはチェルビニア、このレースを制したのはチェルビニア。スタートしました。勢いよく飛び出したのはセキトバイースト、綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りセキトバイースト、先頭を伺います。タガノ LP が競りかけていきました。さらにはクリスマスパレード、11番ダンスオブクイーン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先手を取ったのはラバンダ、これに続いてチェルビニア、クイーンズウォーク、すぐ後ろ、外を通ってアドマイアベル、内を通ってオーエリート、その外からチルカーノ、ここにミアネーロ、隣にはボンドガール、ダビッドアイ、それに続きます。その外に黄金の空、最後方にステレンボッシュ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭は12番ラバンダ、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭は依然としてラバンダ、ラバンダ、さらにリードを広げました。2番手のセキトバイースト、一気に来た、間を挟んでダンスオブクイーン、3番手、後続集団も追い上げにかかります。セキトバイースト先頭、その外からはクイーンズウォーク、さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭はクイーンズウォーク、後続を引き離しにかかる。ステレンボッシュ2番手、手応えはどうか。200を切ったクイーンズウォーク、このままいけるか。ステレンボッシュ差を詰めにかかる。クイーンズウォーク1着、2着にステレンボッシュ、3番手にはボンドガール、勝ったのはクイーンズウォーク、このレースを制したのはクイーンズウォーク。スタートしました。各馬まずまずのスタート、まずは先行争い、ラバンダ前に行きそうです。クリスマスパレード、それに続いています。さらにはセキトバイースト、11番ダンスオブクイーン、その後ろ、セキトバイースト、先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。内からタガノ LP だ、ここにつけたのがクイーンズウォーク、その外からチェルビニア、その後ろからはミアネーロ、これに続くのが黄金の空、内からはオーエリート、外を通ってアドマイアベル、その後ろにチルカーノ、すぐ後ろにダビッドアイ、この位置にステレンボッシュ、しんがりからボンドガール、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。さて先頭に戻りましょう。 1000m を通過しました。これは少々ハイペースです。展開への影響はどうでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。ここでクリスマスパレード、先頭に変わりました。セキトバイースト、ほとんど差がありません。ラバンダ、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。チェルビニア、先頭。
小金子空、その後ろ離れてクイーンズホーム。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってクリスマスパレード、外から追い上げてくる小金子空、小金子空、ここで先頭に躍り出た、200を切った小金子空、先頭を保てるか、ステレンボッシュ、いい足、ステレンボッシュ、ステレンボッシュ勝ちました。2着に小金子空、勝ったのはステレンボッシュ、このレースを制したのはステレンボッシュ。スタートしました、横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。予想通り先頭はセキトバイースト、これに続くのがクリスマスパレード、さらにはクイーンズウォーク、11番ランスオブクイーン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。先手を取ったのはランスオブクイーン、ここにつけたのがタガノエルピーダ、この位置にラバンダ、チェルビニア上がっていきました。これに続いてオーエリート、隣にはミアネーロ、すぐ後ろにモンドガール、外にはアドマイアメル、青の帽子チルカーノ、その後ろ内からダビッドアイ、その外から小金の空、最後方にステレンボッシュ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。では前の方から見てみましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。13番クリスマスパレード、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として13番クリスマスパレード、2番手はクイーンズウォーク、セキトバイースト3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はチェルビニア、クリスマスパレード続いています。その隣からはクイーンズウォーク、さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭に立つのはチェルビニア、ニアネーロ加速してきた、あと 200m、 内から一気に差を詰める、ニアネーロ、ニアネーロ抜け出す、差が開いていきます。ニアネーロ1着、チェルビニア2着です。3着にクイーンズウォーク、ニアネーロ見事このレースを制しました。スタートしました、各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か、クイーンズウォーク前に行きそうです。タガノエルピーダ、それに続いています。さらにはセキトバイースト、11番ランスオブクイーン、その後ろランスオブクイーン、先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。これに続くのがクリスマスパレード、チェルビニア、そのうちに続いています。外を通ってアドマイアベル、内を通ってオーエリート、その外にラバンダ、小金の空、この馬もこのグループ、ここにダビッドアイ、その横にチルカーノ、ここにつけたのがモンドガール、内からミアネーロ、最後方にステレンボッシュ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭から見ていきましょう。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。15番セキトバイースト、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ15番セキトバイースト、外を通ってパドマイアベル、間を挟んでランスオブクイーン、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。セキトバイースト、このままいけるでしょうか。その外からはパドマイアベル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。セキトバイースト先頭、リードは1馬身から2馬身、先頭を行きます。セキトバイースト、あと 200m、 さあ先頭は今度はクリスマスパレード、2番手はクイーンズウォーク、クリスマスパレード、これは決まったか。クリスマスパレード1着、続いてクイーンズウォーク、タガノエルピーダ3着です。クリスマスパレード見事このレースを制しました。